ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は初代 IWA 世界タッグ王座ストング小林豊昇について触れてまいります。初代 IWA 世界タッグ王座決定トーナメントが IWA 本部のあるパリで行われました。決勝戦はストロング小林豊昇とイワン・ストロコフ・モンスター・ロシモフで争われました。激戦の末ベルトを手にしたのはストロング小林豊昇の日本人チームでした。早速この方は国際電話で国際プロレスの事務所に伝えられました。日本の怪力無双コンビが遠い異国の地で快挙を成し遂げました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は初代 IWA 世界タッグ王座ストロング小林豊昇について触れてまいりました。